韓国のスーパーでこのレトルトの親子丼買ってきました。なんとなくこの盛り付け方法がカレー風なんでちょっとえって思ったんですけど、でも韓国のレトルトの親子丼ってどんなのと思ってちょっと気になったんでこれ食べてみたいと思います。作り方はすごく簡単で、こうやってこの中にご飯が入ってて、ご飯の中にこのレトルトのパックかけて電子レンジでチンするだけで食べれるそうです。で、箱ごとチンすんの？なんで箱にもう一回戻して箱ごと電子レンジでチンするのかよくわかんないですけど、まあ、とりあえず手順通りやってみたいと思います。開いた。なんか開きにくかったな。ご飯と親子丼のソースが2つ入ってました。そしてご飯を開けて、開いた。で、この中にこの親子丼のソースを入れます。想像したよりちゃんとした親子丼のソースだ。なんかまた詐欺みたいにパッケージ写真と全然違うもん出るのかなと思いきや、意外と普通のソース出てきました。そしてこれをまた箱に戻してから電子レンジでチンするそうです。これ箱に入れる意味は何のためかな？ちょっとようわからんのやけど。電子レンジで2分30秒チンしていきます。温めてきました。めちゃくちゃ箱が熱い。熱っ！熱気！熱気がすごい！おー、見た目はでも変わってないですね。ほかほかで美味しそうになりました。こんな感じです。え、結構出来栄えんじゃん。思ったよりもちゃんとした親子丼。まあね、こっちには玉ねぎみたいな絵が乗ってて、ちょっとこれがね。あれ？スプーン入っとった！スプーン大丈夫？チンしたけど。大丈夫か？よかった。じゃあ、もう。あ、全然出てこん、スプーン。ボロボロやん。そして今日はせっかくなんでサラダとキムチも用意しました。いいこと思いついた。これさあ、熱っ、熱い熱い。真ん中の部分穴開けて半熟の卵の黄身乗せたら美味しいんじゃん。やってみよう。ちょっとね、ここにまず穴を作って、この卵の黄身だけ乗せます。こんな感じで、うわー、美味しそう。ほらー、がぜん美味しそうになってきた。やばい。そしてこのサラダ、この前キョチョンチキンのサラダについてたこのブルーベリードレッシングをかけたいと思います。えっと、びっくりした。白い服よ。これをね、こんな感じで、うーわー、ジャム感が強いっていうか、これもうほぼジャム。こんな感じでかかりました。すごいなぁ、これ。ジャムだよ、ジャム。いただきます。これまずね、ちょっとサラダをね、このブルーベリージャムが気になるんですよ。ジャムじゃないわ。ブルーベリードレッシングが気になるんですよ。これ。うわ、紫。すごいドレッシング。あ、なんか、お酒っぽい風味がする。なんでやろ。いや、ブルーベリーの香りと、お酢が混ざったような感じ。それでなんかお酒風の香り？ああ、これ好きな人好きかもしれんけど、私はあんまり好きじゃないな。というかね、ドレッシングはね、ここまでこのなんかフルーツのなんか甘ったるい感じが合わん気がすんよな。まあまあですね。私はあんまり好きじゃないです。では、この親子丼食べたいと思います。というか、この黄身入れたの正解かも。まずでも黄身のけなしで普通に食べたいと思います。この部分。すごい！ちゃんとお肉も入ってるし、黄身もしっかり入ってて、ちゃんとした親子丼風です、見た目。おー、ちゃんと美味しい親子丼、味付け親子丼。ただ一つ言いたいのは、肉のパサパサ感すごいわ。今まで食べてきた肉の中で一番パサパサかも。すごいな、水分の飛びようが。相当安い肉使っとる気がする。で、肉は散々言ってますけど、これソースがすごいちゃんとした親子丼。甘くてね、優しい味の。で、黄身はちょっとね、ゴリゴリ感あるんですけど、でも大丈夫大丈夫。これぐらいだったら大丈夫。美味しい美味しい。いい感じに美味しいです。お肉硬いけど。うん、美味しい。じゃあちょっとこの黄身をね、崩してね、合わせて食べると、うーわ、絶対美味しいわ。うわ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 、溶けていける。これをね、こうやって。絶対美味しいやろ。絶対美味しいやろ、これ。美味しい！ほら、めっちゃ美味しいよ、これ。やばい！このトロトロの生卵、めっちゃ美味しい。あ、最高。これから自分で親子丼作るとき絶対入れよう。そして今回用意したこのキムチね、これ韓国のキムチでも美味しいキムチと美味しくないのがあって、私が好きなのはちょい甘めのキムチです。これデパートで買ったキムチなんですけど、結構デパートで買ったのは安心して食べれます。なんか素材とか色々考えても。
そして味も美味しいです。これさ、思ったんやけど、スプーン短くて食べにくいんやけど、これさ、箱のサイズさ、このサイズやんやったらさ、スプーンもっと大きいの入れてたんちゃん。なんでさ、持つ部分もっとこう長くしようとかさ、思わんかったんかな。ケチっとん？ほら、サイズ的にも入るやん。もうちょっと伸ばそうよ、この持つとこサイズ。食べにくいわ。うん、なかなか美味しかったです。思ったより美味しかった。この会社のこの黄色いパックのレトルトシリーズいろいろあるんですけど、このシリーズね、結構中身とこの写真とか全然違うこと多いんですよね。私が今まで食べてきたやつほとんどそうでした。だから私これできる親子丼全然違うの入ってるんだろうなぁと思ったら、この玉ねぎみたいなのは入ってなかったにしろ、すごく普通に美味しい、まあ似たような親子丼ができたんでびっくりしました。結構美味しかったです。